ちは。FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。8月3日木曜日、ただいまの時刻は8時1分になったところです。カルチャンプルーナ沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしますモーニング那覇。本日のお相手はさゆこと立花さゆりが務めさせていただきます。これからの1時間どうぞお付き合いください。8月に入りまして第1週目の木曜日を迎えております。日本列島本当に各地で猛暑日よりですが、皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。この時間でもすごく、気温が高くなっておりますので、ぜひこの後お昼にかけまして熱中症対策をしっかり行っていただきたいと思います。さあ、そして私の周りでもこの暑さのせいでしょうか、やはりもう食欲が減りますね。もう冷たい飲み物が増えたり、あとはね、おそうめんがすごくね大人気で、あ、おそうめん食べたいっていうね、こう手軽な食事になっていくのですが、こんな時ほどぜひ、栄養をとって、そしてねこの夏バテを乗り切っていただきたいと思いますけれども、はい、そしてこの暑さが加えてでしょうか、髪をね切る人が周りに増えてますね。すごくきりとねさっぱりとした方が増えてますよ。ですね、短くなってすっきりしてるんですけどもね、ということで今日のテーマは髪型をテーマにお届けしたいと思います。髪型ヘアスタイルですよ。皆さんは今どんなヘアスタイルしてますか。短くてさっぱりしてるでしょうか、それとも、涼しく、またはこう清潔感あるようなね、ミディアムっていうんですかね、ボブのヘアをしていたり、またロングヘアという方もいらっしゃると思いますけれども、今日のテーマは髪型と題してお届けいたします。さあ、そのテーマを意識してなんですが、私もちょっとですね、いつもロングストレートという髪型なんですけれども、今日はね巻いてきました。朝からちょっと頑張ってきました。しっかりとねこうカールをつけて、せっかくのこのテーマなので少し変化をつけようと思いまして、髪型、少しね巻いてきました。ロングになりました。ちょっとねユーストリームですとかツイキャスご覧いただいている方は、この先週よりちょっと変化してるかなっていう風にね感じていただけるかなと思いますけれども、髪型、最近のですね髪を切ったのはあれもうかれこれ半年ぐらい前ですかね。そうですね、はい、ロングヘアの方はなかなかこう美容室に行ったりこう床屋さんに行って髪を切るってことはないのかなと思いますけれども、私もその一人で実は今髪の毛を伸ばしているところです。自分の中ではねあともう数十センチ伸ばしたいな、ロングヘアね、すごくこうサラサラっとしてこうね歩きたいなっていうふうに思ってますのでね、この伸ばしているので、美容室にお世話になるのが半年に一度、1年に2回ぐらいというところですけどもね、皆さんもいかがでしょうか。そんな皆さんの髪型事情、ヘアスタイルですね、ぜひお聞かせいただきたいと思います。この番組ではリスナーの皆さんからのリクエスト、そしてメッセージを募集しています。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までどうぞよろしくお願いいたします。またこの放送はツイキャストユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみください。それではモーニング那覇、この後もお付き合いください。
そして1曲目元気なナンバーをお届けしたいと思います。今日の1曲目はぜひこの曲でというふうに、探しました。ご紹介します。ポルノグラフィティでメリッサ。午前10時40分干潮2回目午後10時42分です。また現在本島中南部に波浪警報が出ています。続いて那覇市内の道路
ております。続いて高速道路です。でまずは沖縄道上り許田インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ許田インターチェンジ間で工事のため第一走行規制が行われております。続いて沖縄道下り許田インターチェンジ付近工事のため第一走行規制が行われております。ドライバーの皆さんどうぞこの後も安全運転でお出かけください。以上お天気交通情報をお届けしました。さあ8月第1週目のモーニング那覇、テーマは髪型です。髪型を変えると、気持ちまでね本当新しくなりますよね。リフレッシュしますよね。はい、女性に比べて男性の皆さんの方が、例えば床屋に行く回数、美容室に行く回数が多いんでしょうかね。また女性の方でもショートカットの方、ね少しでもこう襟足についちゃうと、もう暑くて嫌なんですっていう方もいらっしゃると思いますけれども、皆さんの髪型事情お聞かせいただければなと思います。ツイキャスからメッセージ届いてますね。ご紹介します。お芋さん、さゆさん、おはようございます。おはようございます、お芋さん。そして、カチと SKE48 さん、おはようときました。おはようございます。そして旧牛川の俺さんからです。おはようございます、初見ですということです。ありがとうございます。はい、カチと SKE48 さんも、初見なんですね。はい、初見の皆様が、たくさんいらして本当に嬉しいです。はい、本日のテーマ髪型ですよということですね。面白いですね。ツイキャスの皆さん同士で、ご挨拶されてますね。はい、見ててすごくこう、和んでおります。ありがとうございます。そして、コンティニューコインいただきました。ありがとうございます。ですね、このコンティニューコインをいただくといいことがあるというふうに聞いてますのでね、嬉しいな。ありがとうございます。はい、お芋さん、最近は毎日来てるかも。私、あ、違います、お芋さんですね。お芋さんが最近毎日来てるかもということですね。はい、お芋さんはこの、モーニングナハの、マネージャー的もう存在になってるんじゃないかなというふうに思いますね。いつもパーソナリティの、助けをいただいているお芋さんです。はい、あ、そして、はい、ですね、旧牛川の俺さんですね、髪くるくる素敵というふうにいただきました。ありがとうございます。はい、今日はテーマが髪型なので、いつもとは少し雰囲気を変えてお届けしております。はい、そしてメリッサいいねということですね。ありがとうございます。はい、そして、先ほど手助けいただきました丸さん元気そうということですね。お芋さん、ありがとうございます。さあ、本日のテーマ髪型と題してお届けしております。実は昔に流行った髪型なども、ですね、交えながらお届けしたいと思っておりますよ。時間あるかな、ちょっとだけご紹介しましょうね。まずですね、振り返ること、1950年代の流行った髪型、さあ当時どんな髪型が流行りましたか。ご紹介しましょうね。まず GI カットGI カットという髪型ですね。アメリカ兵に多い短髪ですね、角刈りに似ているヘアスタイルのことを言います。GI カット、はい、こちら朝鮮戦争以来日本の若者の間で流行りました。それから新太郎狩りとありますね。はい、新太郎狩り、はい、少し長めの前髪をですね、が額にかかって、で脇はこう短くすっきりと刈り上げられました新太郎狩りということですね。あとですね、1950年代ヘップバーンのカットですね、オードリーヘップバーンのカット、短髪でねすごく可愛いんですよね。前髪をねこう揃えて、それから、後ろの方にね流して、うん、そしてね、あ、短髪じゃないんだ、これ短髪じゃないですね、失礼しました、後ろの方にこうまとめてるのかな。はい、ヘップバーンのね、すごくキュートな可愛らしいヘアスタイル流行りましたということですね。さあ、番組では、少し昔の、流行った髪型なども交えながら、皆様の髪型事情も交えてお届けしたいと思います。どうぞお付き合いください。
1.0。FM Naha。Your radio station。モーニング那覇お届けしております。時刻は8時16分です。それではここでニュースをお伝えします。まずはじめに琉球新報1ページ総合面からです。肝疾患死亡率沖縄最悪、女性の糖尿病も最下位です。年齢による人口差を加味した上で人口10万人あたりの死亡率を示す年齢調査死亡率について厚生労働省がまとめた2015年の値の結果、沖縄はアルコールの多量摂取や肥満が原因となる肝疾患の死亡率が男女ともに全国で最も高いことが明らかになりました。糖尿病の死亡率も前回の調査の10年と比較して男女ともに順位を落とし、女性はワーストとなりました。生活習慣病に詳しい専門家は、特に64歳以下の働き盛りの世代の健康意識が低いと指摘をしています。続いて台風情報です。台風5号本島5日最接近、そして大東島が今夜強風域。非常に強い台風5号は2日午後9時現在、日本の南をゆっくりと北西に進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、中心から半径110キロ以内は風速25メートル以上の暴風となっています。台風5号は非常に強い勢力を維持したまま北西に進み、3日夜には大東島地方が風速15メートル以上の強風域に入る見込みです。沖縄気象台は大東地方への最接近を4日、沖縄本島地方を5日と予想し警戒を呼びかけています。合わせまして台風11号が発生してますね。気象庁によりますと2日午前9時ごろ、北太平洋のウェーク島付近海で熱帯系低気圧が台風11号になりました。時速15キロで東南東に進み、中心の気圧は998ヘクトパスカルです。合わせましてこの台風の影響で県内のお祭りも一部延期になったりまたは中止になったりしているそうですね。こちら台風5号の接近に伴いまして1万人のエーサー、はい、こちらのエーサー踊り隊の延期の判断についてですね、はい、8月4日の前々夜祭、こちらは前日の8月3日、今日ですねに、行うかどうしようか判断をします。そして8月5日の前夜祭ですが、こちらも前の日の8月4日に判断をしますということですね。そして8月6日当日のパレード、こちらも前日の土曜日8月5日に判断をしますということですね。那覇の大イベントですね、1万人のエーサー、お祭りなんですけれどもね、こちらの延期が気になるところです。どうぞ、詳しい情報はホームページかフェイスブックに情報を掲載しますのでご確認くださいということでした。以上、琉球新報の紙面よりニュースをお伝えしました。ではここで1曲お届けしましょう。こちらも、涼しげな曲ですね。人とようで花水木。
刻は8時23分です。本日のテーマは髪型と題してお届けしております。メッセージたくさんお寄せいただきました。ありがとうございます。まずはじめにこちらですね、ツイキャスの方からもメッセージいただいております。旧ぐしかわのおれさんですね、ありがとうございます。モーニングラハの皆さん、おはようございます。そしてはじめまして、さて本日のテーマは髪型だそうですね。最近は、ダンパチ屋に行くのが面倒でよく自分で髪を切っています。それなりの長さになってきたので、来週は ステーキ 200g がなんと1000円。
籠に入っているヒーラーを想像するだけで恐ろしいですよね。いくらなんでも珍しいからといってそれはないでしょうとうちなんちは思いますよね。ヒーラー、ゴキブリのことです。沖縄のゴキブリ結構攻撃的です。気をつけてください。うわー、なんかもう想像しただけで気持ち悪い。練習はそれぞれでしてください。改めまして、モーニングナハをお聞きの皆さん、おはようございます。8月3日木曜日、ただいまの時刻は8時31分です。カルチャンプルーナ沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングナハ。本日のお相手は、さゆこと立花さゆりが務めさせていただいております。後半のお時間もどうぞお付き合いください。本日のテーマ、髪型について皆様からのコメントいただいております。先ほどお芋さんがね、女の子の髪型の変化気づく努力をしていますということなんですけれども、そちらに対しまして、石川氏の俺さんですね、はい、気づくようにしようということですね。本当にそうしてくださいね、その方が人間関係円満にいくと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして恋するかっちゃんさんです。おはようございますということですね。おはようございます。はい、そしてですね、他にもね続けますよ。はい、この番組は1時間番組ですというふうにお伝えいただいております。はい、そして坂木は和馬さんです。お茶いただきました。毎朝ありがとうございます。いただいております。そしてですね、旧牛川市の俺さんですね、コメント続いております。台風名ということですね。本当にね、久々に台風が近づいてくるかなっていうところですけれどもね、どうなるんでしょうね、この迷走台風、すごくこう長く、台風としては長く生きているということなんですけれどもね、はい、どうなることでしょうか。ぜひ台風情報を気をつけながら週末を過ごしくださいね。そしてですね、花見つきいいねということで曲のコメントもいただいております。そして波の上も電波入りますねということですね。ありがとうございます。いろんなところでね聞いていただいてるんですね。ありがとうございます。そして先ほどの、ですね、ガオガオアット北海道さん、髪の毛切って、白血病のお子さんに、ね、使っていただきますというボランティア活動、偉いなということでコメントいただいております。本当すごいですね、そんな活動があるなんて知らなかったです。そしてですね、うちなうぐちなう聞いていただけましたか。こちらもね面白いですよね、本当にね、ヒープさんと小刻みインディアンさんの声久しぶりですっていうことですけどね、本当にそうですよ。はい、このうちなぐちなう、ついついこう聞いてしまって、1分足らずなんですけど、1分ぐらいなんですけれどね、ついなんかプッと吹き出してしまう。そしてそうそうあるあるっていうようなね、番組なんです、コーナーなんですけれどね、大変今人気ですよ。どうぞ皆さんもね、ぜひこのうちなぐちなうで、うちなぐちを覚えて使っていただきたいと思います。チャレンジしてください。番組では皆様からのメッセージ、そして曲のリクエストを募集しております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信をしております。 FM ナハの、FM ナハのウェブサイトにアクセスしてトップページからお楽しみください。大変失礼いたしました。では後半のモーニングナハ、どうぞお付き合いください。Radio Station FM
それでは沖縄地方の天気予報をお届けいたします。本日8月3日旧暦は6月12日ですね。北の風のち北西の風やや強く晴れ、夜曇り、波の高さは 2.5 メートルのち3メートルでうねりを伴います。降水確率、このあと夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜0時まで 20%。 今日日中の予想最高気温、那覇で33度。そして今日の潮です。今日は中潮、満潮1回目午後5時23分、干潮1回目那覇で午前10時40分、2回目午後10時42分です。また現在本島中南部に波浪注意報が出ております。続いて那覇市内の交通状況です。先ほどより少し渋滞が増えてきましたね。まずは首里方面、山川方面、そして鳥堀交差点から古島向け、続いて阿蛇方面、阿蛇交差点から、失礼しました、阿蛇はないですね。はい、阿蛇方面は特にありません。阿佐渡方面行きましょうか。阿佐渡交差点から草原寺向け、そして国道58号線泊まり付近、上野屋付近ですね。そして同じく国道58号線前島付近です。それから余儀交差点から麻団橋向け、麻団橋から小羽倉向け、国道329号線小羽倉方面から朝日町、朝日町から朝日橋方面ですね。同じく国道329号線山下南から山下向け、そして小禄方面、国道331号線赤峰付近、以上の箇所で渋滞が起きております。続いて高速道路です。沖縄道下り、中城パーキングエリア付近から中城パーキングエリアまで工事のため規制中。続いて沖縄道下り、金インターチェンジ付近工事のため規制中。沖縄道上り、巨大インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ、巨大インターチェンジ間、そして下り、巨大インターチェンジ付近、この2カ所で工事のため第一走行の規制が行われております。ドライバーの皆さん、どうぞこれからですね、通勤ラッシュもまだまだ続くと思います。どうぞゆとりを持って安全運転でお出かけください。以上、お天気交通情報をお届けしました。さあ、本日のモーニング那覇、髪型をテーマにお届けしております。1960年代流行した髪型探してきました。懐かしいですね、マッシュルームカット流行りましたね。こちらビートルズですね、はい、ビートルズが世界的に、有名にしたヘアスタイルの名称ですね。眉毛の上で前髪を切り揃え、そして全体をマッシュルームのように膨らませたヘア、マッシュルームカット流行りました。それからですね、同じくアイビーカット、アイビーカット流行りましたね。アイビーリーグの大学生の間で流行したヘアスタイルですね、七三に分けたショートヘア、七三に分けたショートヘアで前髪を上げて、全体的に清潔でスポーティーなスタイルにしております。アイビーカットありましたね、はい。それからですね、こちらも60年代後半に流行りました。ロックミュージシャンの方たちが好んだ髪型ですね、狼カットはい、狼カット呼ばれましたけどもね、はい。日本では長渕剛などが代表的
でしたね、この狼カット。それからどんどんいきますね。1970年代、こちらもたくさんありました。流行ったヘアスタイルありましたよ。サーファーカット、はい、ありました。サーファーカット、ロングのハイレアスタイルで、前世紀には若い女性の7割近くがサーファーカットをしていましたということですね。そのサーファーカットもありましたけども、やはりロングヘア、こちらもね、大変多かったと思います。ロングヘア、南沙織さんをイメージしていただくと分かりますね。こう清潔感のあるサラサラのロングヘア。それからお姫様カットありました。こちらは朝岡めぐみが行っていました。ロングヘアのサイドを直角にカットして、短い髪を頬のあたりに作りました。で、後ろはちょっと長いんですよね。はい、お姫様カットですね。それから1970年代、こちらは男性の、ですね、ミュージシャン、アーティストの影響もあったと思います。ウルフカット、先ほど狼カットご紹介したんですけど、このウルフカットとはまた違うんでしょうか。はい、字が違うだけなのかな。はい、ウルフカット、代表的なのは沢田研二、ジュリーが当時この髪をしていました。襟足をロングにして、その先をレイヤーを使用して髪の毛を削いだヘアスタイル、想像できますか。いわゆるジュリーのヘアスタイルですね。勝手に仕上がれの帽子をかぶって、この襟足が少し長いウルフカット流行りましたね。そしてこちらも同じく男性の髪型です。ケンタロウカット、はい、清水ケンタロウさんの、パンチパーマスタイルなんですかね。はい、アイロンによる、熱パーマ、パンチパーマが一世を風靡しました。代表的な清水健太郎さんの、パンチパーマ、オールバックではなく、パーマをかけてからカットをします。あ、そうなんだ、パーマをかけてからカットするんですね、パンチパーマ。初めて知りました。面白いですね、こちらも流行りましたね。はい、ということで今日は、髪型をテーマにお届けしております。なんか懐かしいね、名前も出てきたなと思う、ね、聞いてらっしゃる方だと思いますが、この後も80年代90年代と時間の許す限りご紹介したいと思います。どうぞお付き合いください。FM Naha. Your radio station. モーニングナハお届けしております。それではここで沖縄タイムス紙面よりニュースをお伝えします。まずはこちら27ページ社会面からです。熱中症予防へあの手この手、建設会社対策に本腰、熱中症患者が後を絶ちません。中でも建設工事現場などの屋外作業での搬送が多くを占めております。工事現場では氷を常備したり、ファン付きの作業服を配ったりと、あの手この手で対策をしております。続いて沖縄タイムス1ページ社会面からのニュースです。県内のレギュラーガソリン最高値8週連続です。1リットル当たり139円40銭。資源エネルギー庁が2日発表した石油製品小売市況調査で、7月31日時点の県内のレギュラーガソリン店頭価格は1リットル当たり139円40銭と8週連続で全国最高値となりました。ちなみに全国平均は131円です。また久米島など5つの島で1リットル160円と離島のガソリン区が続いております。
県内の離島は沖縄本島と比べ平均20円ほど高い傾向が続いております。2015年に県内唯一の製油所の閉鎖で県全体が価格上昇をし、離島の分も押し上げられています。差額額はこの10年ほど変わらず、住民は本当並みに下げられないかと訴えています。以上、沖縄タイムス紙面よりニュースをお伝えしました。さあ、続いて皆様に曲をお届けしたいと思いますよ。こちらはかかってるかな。あ、はい、こちらはですね、どこ行ったかな、映画ちはやふるの主題歌ですね、Perfumeでフラッシュ、お聴きください。ツイキャスからもメッセージ届いております。ありがとうございます。はい、お芋さんですね、波平さんの最後の1本が抜けたらすぐに気づくんだけどなというところなんですけど、そこなんですねそっかそっか、気になりますよね、頭の1本ね、なんかヒヤヒヤしながら、あ、まだ大丈夫かとかね、そろそろかなと思いながらね見ると思いますけれども、そして旧具志川市のオレさん、そろそろ講習会行ってきます、頑張ってねっていうことなんですけど、もう出かけたかしらね、ありがとうございます、コメントめちゃくちゃ拾いますねということなんですけどね、はい、このモーニングナハは、皆さんの、コメントも交えながら放送をお届けしております。どうぞ皆さんで番組作りにご参加ください。それからお芋さんですね、先ほどお姫様カット、姫カットご紹介しましたが、お姫様抱っこなら知っているということですね。はい、ありがとうございます。そして恋するかっちゃんさん、はい、さゆさゆ、ここで整いました。ケーキとかけまして、女性の髪型と解きます。その心は、どちらもショートもいいでしょうということですね。はい、ありがとうございます。あ、素晴らしいですね、今日もね、謎かけ出していただきましたよ。恋するかっちゃんさん、素晴らしい。先に点数発表しますね。はい、こちらはね、今日ちょっとね絡めていきたいと思いますよ。89点です
どの基準で辛いのかなっていうことなんですけども、でも素晴らしいですよね。はい、どちらもショートもいいですということですけどね。ありがとうございます。この恋するカッチャさんが謎かけをね、いつも送ってくださるので、私もね、今流行ってるのかな、ネズッチの画像を昨日の夜から検索して、あ、そっかそっか、謎かけこういう風に今世の中で流行ってるのねという風にチェックしましたよ。ぜひぜひね、恋するかっちゃんさんも、まあ、この番組でもいいですし、またどこかでねご紹介することがあればご披露いただきたいなと思います。本当にね、毎日毎日ありがとうございます。そしてリクエスト、島谷ひとみの甘色の髪の乙女ということですね。はい、こちらの準備もライブラリー整っているようですね。はい、ではお届けします。お聞きください。はい、先ほど島谷ひとみとお届けしましたが、渋い男性の声で流れてしまいました。すみません、ちょっとですね、ライブラリーの手配が整わなくて、かっちゃんさんごめんなさい。今男性シリーズの甘色の髪の乙女お届けしてしまいました。ごめんなさい。こちらでお楽しみいただけますか。ぜひお聞きくださいね。モーニングの葉、もう間もなくお別れの時間ですね。はい、先ほどの曲に対して恋するかっちゃんと大丈夫ですよということですね。ありがとうございます。はい、本日のテーマ、髪型に関連してでしょうか、淡色の髪の乙女リクエストいただきました。さて、髪型についてですね、いろいろ調べてきたので時間までご紹介したいと思います。1980年代流行した髪型ご紹介しましょう。まずこちらではないでしょうかね、聖子ちゃんカット。はい、松田聖子がデビュー当時にしていた髪型ですね。はい、ですね、こうちょっとすごく女性らしいふんわりとした髪型の聖子カットが流行りました。それから男性かな、こちら男性の髪型でテクノカットありましたね。はい、テクノミュージシャンというね、新しい音楽のカテゴリーを作り出しました YMO がしていた髪型です。真似する若者が多く、ですね、こうやってたリーゼントを真似する方がすごく、
そして広末涼子のショートカット、2000年にはボブ